アスコットは、ホンダ技研工業が、かつて生産、発売していたセダン型の乗用車である。車体は4度アセダンのみ、初代は4代目アコードの姉妹車で、2代目はインスパイアのプラットフォームを用いている。1989年9月13日に、4代目アコードの姉妹車として登場した。アコード CA の廃止と、アコードがクリオ券の先売モデルとなったことで、 穴が開いたプリモ店で販売が行われた。スマートかつ先進的ムードのアコードに対して、ロックライトウィンドウの明るい外観とセダンらしい、保守的でフォーマルなデザインがなされ、アコードにはないホンガーシートを装備したグレードも存在した。インパネもアコードと異なるデザインが与えられた。その他は基本的にアコードと同一であり、一部のグレードには、 メーカーオプションとして 4WS も用意されていた。エンジンもアコードと同一のアルミ合金ブロックを使用した新開発の F 型で1.8リットルと2.0リットルがラインナップされたが1991年8月のマイナーチェンジで2.0リットル電子制御キャブレター仕様が廃止された。キャッチコピーは A セダン。初期の CM 出演者は菅原文太と山下晋二。 アコードと比べバブル期に登場した車の中では販売台数が少ない。この販売台数の不振から時期型ではより上質な走りとタッチを達成するためにマルチシリンダーエンジンと FF ミッドシップレイアウト採用に至った。1990年スポーツ感覚のグレード FBTI 追加 CM ソングはエリック・クラプトンのバッドラブ。 1991年7月マイナーチェンジ、フロント周りとテール周りが新衣装となり、インパネのデザインがアコードと共通となった。1992年3月3日に、欧州仕様のアコード及びその兄弟車、ローマー600をハードトップ化したアスコットイノーバが登場した。1993年9月に生産終了、在庫対応分のみの販売となる。 1993年10月に2代目と入れ替わる形で販売終了。1993年10月14日にアコードから独立してフルモデルチェンジが行われた。新たにベルの店専売のラハーガが姉妹車となった。プラットフォームは初代アコードインスパイア、3代目ビガーのものを使用している。ボディはオーソドックスなサッシュドアを用いた4ドアセダンのみであり。 ベースの初代インスパイアより全長は短かったものの前高がたっぷり取られたことにより居住性やトランクスペースの向上につながった。しかし、室内にミッションが張り出す FF ミッドシップレイアウトのため、同年デビューのオーソドックスな横置きレイアウトを取る5代目アコードと比べ広々感では劣る。エンジンは初代インスパイア、ビガーの3ナンバー車に搭載されていた。 直列ご機械シー C4 バルブ2.0リットルよび2.5リットルの G20A 型と G25A 型であり、インスパイア、ビガーの3ナンバー車に搭載されていたバランサーを持たない改良型で、共にレギュラーガソリン仕様だった。主力のアメリカ市場の安全基準に伴い、3ナンバーボディを採用した5代目アコードの国内マーケットの保管と中級乗用車のマーケット獲得を念頭に、 開発された。しかしバブル崩壊後に開発された飾り気のない、プレーンなボディはややインパクトに欠け、またプラットフォームを共用するインスパイア、ビガーとの明確なセグメント分けが曖昧だったことも、災いし、ホンダが期待するようなセールスを獲得することは、叶なわなかった。後にダンパー、スプリング、サスペンションブッシュをややハードに仕立てた、スポーティグレードの、 CS を追加したものの販売成績は好転せず、1997年8月に生産終了後、9月に再び5ナンバーボディに回帰した6代目アコードの登場と共に販売を終了した。ラファーガと集約され、事実上の後継者は6代目アコードの姉妹車であるトルネオ。ありがとうございます。